お疲れちゃんです。ラットです。ってことでね、今回もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、まあ、アップデー後というわけでね、もうね、新環境で今大暴れしているね、新デッキがね、生まれたので、そちらを紹介していきたいなと思います。というわけで、これはね、使っていくんですけど、前シーズンですかね。まあ、そのシーズン、一番最近のシーズンは、ポロス内でね、トロの勝負をするっていう話をしたんですよ。ということでね、今日はもうゲストとして、ポロスね、シーズンフィニッシュ。最下位トロ一番低い人で、ね、お呼びしております。どうぞ。はい、どうもってことです、はい、なんでこんなテンション難しいよ、その紹介の仕方はい、ということで、最下位のね、天狗って感じです。最下位のポノス最下位天狗って感じです。まあ覚えやすいよね。もう声出すか迷った普通に声出すか迷ったもん、はい、ってことで最下位の天狗って感じですね。というわけでね、はい、いろいろねシーズンのことも話しつつね、いいわ、これ大事ですからね、マジで。ポノスの、まあ、5人ですね、選手5人で、みかんさん、こた、ライキさん、僕、てん、合ってるよね、うん、の5人で、まあね、トラグ勝負して、まあ、1位が、まあ、こたですね。1位こたで、やば、待って、何もね、1位こたで、まあ、2位がライキさんとかかな、うん、まあ、フィニッシュは僕の方が高かったかもしれないんですけど、もしかしたら最多、まあ、フィニッシュ、シーズンフィニッシュ一番高かったの、あ、これ、あ、じゃあコカッちゃんですね。うん、お、来ました。これね、ネクロがね強くなったんで、バレルを完封できるんだよね、これ。なんからしいね、今できなかったけど、よいしょ。なんかダクプリぐらい先読みで出せば、あー、先読み出すとネクロで、完封っていうね。ちょっとね、ネクロが今鬼強いみたいですね。よいしょ。鬼っすか。あ、鬼っす。僕が口癖で鬼ってすぐつけるんで。うん、はい。まあ、最下位の天狗さん的にどうっすか。いらんわ、そのね。最終的に。いやいいじゃん。そういうのがあるとね。はい、今後ね。あ、最下位の人だと覚えられやすいじゃん。最悪。最悪すぎる。いやー、これ、枯渇、まあ、ザップなんでね、そのバレルを受けにくいっていうのあるんですけど、よいしょ。痛いですね。ちょっと痛いけど、まあ、よいしょ。まあ、言ったらね、これ、ディガー削りみたいなのがありますね。ディガーで削りつつ、で、そう、このデッキなんですけど、今、ウィンレートが、まあ、ウィンレートなのかな、まあ、一番直近、アップデ後に、その一番、勝率が良かったウォールブレイカーデッキ、まあアップであって、まあ、1日ね、そのあったんですけど、間が1日っていうか、まあ、1日2日経っての、うん、一番ねもう完成されたデッキっていうのがこれですね。強いデッキの特徴っていうのはね、ある程度あるんですよ。最下位の人が語る強いデッキの特徴その1 枯渇要素が多い。ああ、なるほどね、まあ、このそのウォールブレイカーが結構ウッドとかザップとかを使わせる系のカードっていうところですね。その2がある。その2、お、高回転。ああ、なるほどね。ちょっとまあちょっと回転早い、うん、テンゴットは強くないと。いや、でも俺その3なのよ。その3、お、特別つきました。その3なんですよ。知ってます？ジャイが得意。違う、何も分かってない。え、その3は、え、皆さんこれ大事っすよ、マジで。その3は、はい、1コースのスケルトンが入ってる。あー、よくわかんねえな。よくわかんねえ、マジで。だいたい1コースのスケ入ってたら強く見える。待って、やばい、待って、スケ入ってないから。あー、なるほどね。でもこれ、ね。まあ、そういうこともありますね。はい、なんでコカッちゃんは、見てわかる通りちょっときつい。バレキリだけだからね。そうですね、シンプルな。はい、じゃ負けちゃいましたね。さっきまでマジで余裕だったんですけど、このメガナイトがちょっと増えてたり、まあ、オールブレイクがやっぱ多いっていうので、ね、多分メガナイト採用なんじゃないかなと思われます。うん、なるほどね。スケが入ってないと弱い。そう、スケ入ってない。まあ、ちなみにね、最下位の人の意見なんで参考にならないですけど、やめろよ。逆に言うと、スケ入ってるデッキなんとなく強そうに見える説ある。ああ、てか、まあ前シーズンとかね、ロイジャインもだし、バルーンもだし、なんか何にでもスケとか入ってましたね。ス
ケン入ってるだけですごいバランスが取れるんで、ね、なるほどね。じゃあ基本的にスケンを入れた方がいいと。まあスケン入ってるけどね、ほら気持ちいい。ああちょっと無理があるかな。ああまあこれでしかももしかしたら相手またミラー対決の可能性ありますね。相手もこの同じようなね。でネクロが、まあ、言ったらあのあれ範囲がねほぼ狭くなったんで、これ見てください。おしゃれ。このここでねウォールブレイカーがドゥイン。ああ一発しかいってないけど、まあ一発でも400ダメージあるんだよね。でしかもネクロがやばくない？一発220だよ。220やばいね。やばい220やばい。スキル高いっていうのがねちょっと違和感感じるんですよね。うん、前までだってペーペーじゃん。ネクロペーペー攻撃力ペーペーじゃん。カスペー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 、カス。いや、ペーペーじゃん。ゴミ。やめろ、いつものやめろよ。天狗っていつもそういうことよく言いますからね。よくないよ、本当に。まあそうですね、ネクロはあの範囲攻撃だった分ね、火力がね、そんな足りなかったんですけど、もうなんか今、火力キャラみたいなとこにね、変わっちゃいましたね。うん、けど、その分範囲がマジで狭い。あんの乗ってる。うん。よいしょ。ザップで気合の防衛でここで防衛しないとやばいんですけど、ワンチャンいっちゃう。これミラー対決ですね。ミラーですよ。ミラー対決は負けられないってわけで、これね多分さすがに30だったらワンチャン捨ててくる可能性もあるんですけど、おいこれトリトンで防衛して、そうトリトンもあの解放されたんですよ。 HP も解放されたし、なんか全体的に結構解放されたんですけど全然使われてるっていうのがちょっとあの謎なんですけど、やっぱ3コスでまあね、そのね、いろいろ受けれちゃうから、それがやっぱ強い。まだ足りないよね。まだ解放しろと。まだ足りない。なるほどね。だって、テンガットトリトンアンチですからね。ジャイ使ってて、トリトンできはもう許さん。トリトンすげえなってよく言ってましたからね。そうでしょ、だって。ゴレ使いのジャイ使いね。こんな。気をつけて、気をつけて。いつもの暴言の気はやめてお願い。俺のチャンネルだから、本当に。いつもの暴言の気は。おこれもあの踏んじゃいます。さすがにね、なんかちょっと怖いんで。OK。まあ、1100とかだったらね。でもあの、あ、どうぞ。なんか話してたよね。トリトンだ。トリトンの修正どうなのっちゅう。3コスで、よくないでしょ。こんな簡単に座れちゃう。結構やばい。いや、大丈夫。これ2発ね、強要します。ここのね、強要が大事なんですよね。やっぱいきます。彼のこう全タゲ。全タゲ。ウォールブレイカーがうるぇ、はい、こういうことっす。もうねミラーは買ってもらえない。まあね、もちろんです。どう強いの、まあ、このデッキのちょっと簡単なんかね立ち回りとしては、ネクロがその修正されたのが一つ大きくて、そのネクロがなスケをスケの生み方が変わったんですよ。うんうん、だから中に臭くなったね。そう、自分の周りからふいって湧いてくる、なんかね変わったことによって、前まではその逆サイユーノとかもそのダメージ攻撃するけど逆サイうまく許容すると思う。なんか攻撃するんだけどそのユーノはねタワーに行っちゃうみたいな、うん、なんかねその逆サイのユニットを持ってこれるんですね、こっちサイドに。仕方なく動作に出すとかしか、そうそうそう、選択肢がなかったけど、一匹ね、そう一匹ね、なんか逆サイドに行くことによって、そう逆サイユーノとかをそのケツメガナイトして相手が逆サイ攻めてくるのを、このねメガナイトと同サイドにネクロ出したのにその防衛できちゃうっていう、言ったらトリトンとまあ似てるんですけどね、使い方はなんか逆サイドを簡単に防衛できるっていう感じですかね、言っちゃうと。なのでそれがまあこのデッキには2枚ある。メガナイトをケツから出して逆サイ攻めてきたのをネクロとかトリトンでこう守ることができるっていうのがこのデッキですね。よいしょ。強みって感じですか。強みですね。相手ウッドサイってこれきついんじゃないの。まあメガナイト、あっ、これ入るでしょ一発。入んないんだ。入んないんですね。これはトリトンでバルキリーをキング起動したいなと思います。よいしょ。ああ痛えよー。これはねマジ防衛できないですね。あんまりウォールブレーカーはそんな強くないのかな、このデッキ自体は。ああまあメガナイトですかね多分対策は。あとはザップ2コスにね、2コスに裂くっていうのはちょっとね、あーそうメガナイトで気合でね耐えていく感じかなと思います。あとはネクロとかですかね。相手ポイズン持ってたんでそこはちょっと厄介ですけど、まあ、後ろから組んでいきたいですね。
ディガー削りだと思うんで、そうディガポイがねやっぱ流行ってて、うん、そのディガー削りに対して、まあ、メガナイトでも受けられる感じですね。なんでウォールブレイカーを相手がバルキリー持ってるんで、この板ここどこでとかどう刺していくかがすごい大事になってきます。ネクロがねマジネクロじゃなくてこれコウモリがねきついんですよこれマジで。ここでねあれを使われると結構きつい。あ待ってこれネクロ持ってないかも、ポイズン打たれるわやめて。はい、まあまあまあそうポイウッドなんで僕のコウモリも生きるんですけど、うん、むずいですねこれは。きついんじゃないですか、あのポイウッドなんでね、そこをしっかり突破できたらいいなと思うんです。これハンターだけ引っ張っちゃってネクロ高めに出して、うわもうっちゃコウモリには速攻ザップ出したいですね。オッケーオッケー。ああ、ボーイポーズ入ってきましたね。でも、ボーポイしたら、さすがにまた後ろからね、僕が形組めますね。よいしょ。オッケー。いいよ、流れは来てますね。うん、よし。ポイズン打ったんだね。ポイズン打ったんでね。ここでトリトンで引っ張りたいな、あれを。バルキリーが、まあ、言ったらちょっと厄介なんですね。うわぁ。ザップってインド、あ、メガネと入ってる、ちょっと。うわ、うわ、いてぇ、いてぇ、やめてくれ。このポイズン削りが。さて、その終わりの時が近づいている。いや、ここでバルキリー来ます。それをトリトンに引っ張って。お、え、ワンチャン、あ、そういうことでしたね。終わりや。本当に弱いのかってなっちゃうんですけど、これマジで、弱いのか強いのかってなっちゃうんですけど、これマジでおすすめ勝率は良かった。そう数字的に、そう数字的結果出てた、そう数字的にもう出てるんですよ、科学的に、そう科学的に証明されてるんですよ。このデッキが勝率めっちゃ高くて、今言ったらウォールブレイカーの新しく生まれたデッキで一番強いっていう、もう数字で出てるんですよね。もうなるほど、はい、なんでね僕がその数値に答えられなかったということです。お前が敗北者だ。僕が敗北者です。いつもこういうこと言われますよ、ね、これ日付見てこれ時間出てるよね、多分出てる、うん、これ朝の5時に撮ってるんですよね。うん、うん、それがどうした、うん、問題ある、なんか健康体やな俺ら、うん、めっちゃ早起きなんですよね。めっちゃ早起きだな。そう健康体なんで朝早くから今動画撮ってるとかって感じですね。って感じ感じまんじ、いや、はい噛み合わねえ。なんだよ。というわけでね、マジメガライトがね、ちょっと増えてる感じがしますね。まあ、ウォールブレイカーにもだし、ネクロとかも増えてるから、多分踏みやすいっていうので、うん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 、若干増えてるイメージがありますね。なんで、また今後、ペッカとか増えるのかな、わかんないですけど、今はこのね、リケすごい強いみたいなので、皆さん一回ね、ぜひぜひ試してみてください。ネクロがね。まあ、一体ってのカードパワーが強いね、うん、このデッキは間違いない。カードパワー、そうここのね2枚環境で強くなった2枚が、まあ、両方とも入ってるっていうデッキですね。なんでぜひ、ね、一度試してみてください。ぜひ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 言うことないわ、そんな言うことないわ。じゃあぜひ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 、はい、というわけでね、概要欄にね最下位の人の、ね、チャンネル貼っておきます。もうええわ。罰ゲームいる？ね、罰ゲーム、なんか天国チャンネルでやってよ。ニャンチューロワイルしてみた。やだよ。天国さっきチョッパーのモノマネとかもしてたから、ぜひ、そのね、してない。期待したいですね。ぜひ、天国のチャンネル見に行ってください。では、そんな感じでね、応援してと思います。はい。ぜひぜひ。